シャドウ・ザ・ヘッジホッグとは、2005年12月15日に、セガのソニックチーム USA が開発し、セガからプレイステーションに、ニンテンドーゲームキューブ、Xbox で発売された、ソニックシリーズのアクションゲーム。2013年6月19日に、プレイステーション2版が、プレイステーション3のプレイステーション2アーカイブスにて、配信開始。価格は1200円。本作は、ソニックのライバルである、シャドウ・ザ・ヘッジホッグを主人公とし、彼の記憶を追求し、その出生の秘密を探るストーリーとなっている。時間軸としては、ソニック・アドベンチャー2や、ソニック・ヒーローズの後の話となり、ソニック・アドベンチャー2をさらに掘り下げた内容である。また、シナリオが分岐したり、プレイヤーキャラクターが武器を使用するのも、シリーズ初で本作では唯一マルチエンディングが、採用されている。なお、ソニック以外のキャラクターを主人公にしたスピンオフ作品はカオティクス以来である。ソニックに瓜二つの姿を持つ究極生命体である黒いハリネズミ、シャドウ。謎に包まれた自らの存在に対して自問自答を繰り返す日々を過ごしていた彼の前に世界中を破壊と恐怖で混乱に陥れる謎の軍団、ブラックアームズの首領である。ブラックドゥームが現る。彼は7つのカオスエメラルドを我が元へ集めるように、シャドウに命令を出してきた。自分の正体を知る者の出現に戸惑いながらも、失われた記憶を求めて、カオスエメラルドを探すシャドウの冒険が始まった。ハリネズミのシャドウのリプレイ値、黒い兵器たちという意味を持つ。通称、黒の軍団。臭気彗星、ブラック彗星を拠点に宇宙をさまよう戦闘民族。全員ブラックドゥームの血を引いているので、マインドコントロールされている。圧倒的な兵力と現代科学では解明できない未知の武器を操りこの星に飛来し、一瞬にして世界の主要6都市を壊滅に追い込んだ。戦闘員は皆、ブラックドゥーム譲りの漆黒と紅蓮のカラーリングをしている。狩猟戦闘員これらを倒すと、ヒーローゲージが上昇する。これらを倒すと、ダークゲージが上がる。量産タイプの中型ロボット兵士、ブラックアームズに対抗できるだけの装甲と火器を装備する。GUNトルーパーのエリート仕様。火器の変更はないが、ローラダッシュの最高速度と耐久力が倍近くある。ソニックアドベンチャー2に登場した大型友人ロボット、ビッグフットの量産タイプ。バルカン砲を装備しているが、軽量化に伴い耐久力はあまりない。ビッグフットのエリート仕様。バルカン砲と8連発ロケット砲を装備しており、純粋にビッグフットを小さくしたような外見となっている。耐久力と軽量化もタイプ A に比べて倍近くに引き上げられている。銃やバズーカ砲を装備できる凡人型メカ。エッグマンのテーマパーク守護警備のピエロ型ロボ。玉乗りしながら爆弾を投げてくる。エッグマンの基地の守護警備の鉄仮面ロボ。エッグマンの城の守護警備のハロウィン型ロボ。シャドウをモデルに作られたアンドロイドで、追尾ミサイルや、ホーミングアタックで攻撃してくる。ストーリールートによっては、このアンドロイドの存在によって、シャドウが自分自身もアンドロイドの一体と思い込む。登場するステージと、各ステージのミッション内容を記述する。内はそのミッションをサポートする、ミッションキャラクター。ここではシャドウが実際に、アイテムとして使える武器を紹介している。これがなくてはミッションをクリアできないこともある。のヒーローミッションと書かれていないものは、どのミッションをクリアしても戦うことになる。ありがとうございます。